伸也選手の加入会見を始めたいと思います。まずはじめに矢島選手から一言お願いします。ガンバ大阪から来ました矢島伸也です。ここでやれることに喜びを感じて、全力でやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速質疑応答に移りたいと思います。まず最初に代表の質問ということで、仙台放送さんにお願いいたします。仙台放送です。よろしくお願いします。まずは移籍が決まった、今日発表ということですけども、今の率直な思いを改めて座った状態でお話しでしょうか。最初でも言いましたけど、やっぱり評価をしてもらって、オファーをいただいて、ここでやれるっていうことに感謝したいです。この移籍決断の中で、矢島選手ご自身、いろいろな思いがあったと思うんですが、どのような理由で移籍を決めたのでしょうか。思うように前のチームに行かなかったっていうのと、悔しさがあったので、そんな中で仙台さんから話をいただいて、ここで頑張りたいなと思いました。その仙台に移籍を決めたというのは、決めた理由というのは、お話聞いても大丈夫でしょうか。やっぱり試合を見ていても、やろうとしていることが伝わってきていますし、チーム全体でそこに向かっていってる感じもしましたし、やっぱそういうチームの中で一員としてやりたいなって思いますし、強化部長の丹治さん監督には大阪にまで来ていただいて、直接話をした中で、やっぱり自分の長所であるところを必要とされているというか、そういうものにも話しますし、あとはやっぱり競争も激しい中で、やっぱここに身をもう一度置いてやりたいなと思います。今ちょっとお話ありましたけど、これまで何度か仙台とは対戦されたことがあると思うんですが、仙台のプレースタイルとかチームのイメージというものは、何回か対戦したことに変わっていってるなっていう印象はあるんですけど、その中でやっぱベースは一人一人が頑張るというか、ハードワークするっていうのはベースにあると思いますし、ここ最近の試合見ていると、いいテンポでパスをつないでるイメージもありますし、その中で自分も入ったら、良さが出していけるのかなとは思っています。仙台の終盤に素晴らしい選手もたくさんいますが、その中でご自身どんなプレーを出していきたい、どんな役割を求められているのか、考えましょう。やっぱミドルシュートのところと、最後の局面ですね、アタッキングサードに入ったところで、ラストパスだったり、前線に動き出しのいい選手もたくさんいる中で、やっぱ自分がそういうところを出していきたいなと思いますし、あとはやっぱ自分が点に関わっていけるところ、またやっぱ守備も頑張りたいな。今日早速練習されていて、先ほど監督とは直接お話しされていましたが、見て言える範囲で構いませんが、監督からどんなことを言われたんでしょうか。基本的にポジションのところと、こういうふうにやっているよっていうところですね、言われたことは。最初の練習なんで、少し緊張しました。聞いたお話なんですけども、以前は大田選手とか、関口さんと一緒にやられてたということですが、これから楽しみな部分とかっていうのはありますか。そうですね、やっぱ合わせていくのは得意なので、誰とやっても変わらないプレーはできると思うんですけど、やっぱ知ってる選手がいると入っていきやすいというか、私からは最後の質問となりますが、改めて言われた仙台で今後プレーしていく意気込みを一言いただければなと思います。やっぱり来たからには試合に出て勝って、お試合後にみんなで喜びたいなって思いもあるので、でもまずは一歩一歩というか、少しずつまだ練習もできると思うので、しっかりやりたいなと思います。はい、それではここでここから個別の質問を受けたいと思います。質問のある方、挙手の上、会社名とお名前を挙げてから質問をお願いいたします。はい、
の地はあのプロとして初めて試合に出場した地でもあったり、またあのアンダー23の強化試合で一度あの寺森監督の時にあのユアスタで積んでいる経験が終わりなんじゃないかなと思うんですが、それは何かとちょっと縁があるのかなと感じたんですが、その場所でまた新選手として選ばれたということに関してかける思いだったり自由に聞かせていただいてよろしいですか。やったことは覚えてます、多分はい、で何度か対戦したこともあって、まあ、さっきも言いましたけど、その都度こうスタイルみんな変わっていってる中で、一番感じたのはさっきのベースの部分っていうのと、まあ、サッカー以外のことで言うと、サポーターとの一体感みたいなのは、まあ、裏は頑張れって言ってましたけど、まあ、そういうクラブのクラブの良さがあるし、ただ仙台のちょっと、とは違ったというか、あったかさみたいなのは感じた記憶はありますね、スタジアムで。やっぱりその選手、スタッフ、監督、サポーターみんなで勝ちにいってるなっていう感じはあったので、そこはすごく素晴らしいなと思った記憶があります。その中でその自分に対して5戦浴びる日っていうのすごく楽しみなんじゃないかな。そうですね、やっぱプロとして選手としてはピッチの中でこう結果を残してそのサポーターの皆さんと盛り上がるっていうのが醍醐味だと思って、それができるように頑張ります。ありがとうございます。他にございますか。はい、コシコさんですね。よろしくお願いします。自分のプレーで一番こういうところにとしてはここは一番なんかストロングだというところだと思います。まあ、やっぱつなぎでビルドアップの部分っていうのは関わっていきたいし、まあ、やっぱ裏取る選手にこうラストパスを出したいっていうのはあります。あとはテンポの部分で、まあ、シャドウの選手だったりそういう選手がこういい位置取りをしている中で自分がこうバシバシ縦に入れていくというか、まあ、その中でサイドも空いてきたサイドチェンジもしたいしっていう、主に攻撃の部分でそういうところを見てほしいな。あとやっぱペナルティーエリアちょっと外ぐらいにシュートは打っていきたいなっていう感じです。こんなのってあれ3号機だとインサイドハウスとか 3-4-3 だと、まあ、ダブルマンチのセントラルミッドフィールダーとしてところでやっぱり力を出したいと思いますか。まあ、基本的にはそうなってくると思いますけど、まあやれと言われればアンカーもできると思いますし、他は監督に任せます。他に行きますか。はい、監督としての出発です。まあ、今回仙台に移籍しましたけど、これ多分矢島選手にとっても仙台にとってもすごいいい移籍だと思うんですけど、あの浦和からの頑張りに行って、まあ、本当だったらあのロシアにも絡んでもおかしくない選手だと思うんですけど、そこでちょっと頑張りでちょっと、まあ、なかなか出場機会が出てなかったっていうところ、ここら辺の要因っていうのは自分の中で分析してどういったところであれだったかなっていうちょっと不思議だったんですけど、矢島選手ぐらいの選手はっていう、まあ、まず初めにこの移籍がいい移籍かどうかはもうこれからの自分にかかってくると思うし、やっぱ仙台にとってもこの移籍がいい移籍だったって思えるようなこうプレーをしないといけないっていうのはすごく感じてます。でガンバで出られなかったのはやっぱりもう全ては自分の実力不足というしかないです。やっぱり監督が選手を決めるわけですから、そこに入っていけなかったっていうのはもう自分のこう求められてるところができなかったっていうのはあるんじゃないかな。それは自分でも分かっている部分もあるし、まあ、それでも悔しい部分もあるし、なんで、まあ、悔しさはあります。だけどその前のことはちょっともう切り替えてというか、もうそこら辺のこういい塩梅みたいなのはよく分かんないですけど、切り替えて全く忘れてもよくないし、まあ、あの悔しさも忘れちゃいけないですし、だからそういう、こういい感じの
緊張感というかのでこのチームでやれたらもっと個人として上に行けるのかなというかそういうふうに思ってます。エネルギーため込んできました。まあ、プロとして試合に出れないっていう状況に関してこう反骨心じゃないですけどそういう気持ちが生まれるのは当たり前でそれがなくなったら多分終わりだと思ってるので今間違いなくあるのでやっぱりここで出していかないとそれの繰り返しだと思います。他に問題ありますか。はい、クリアンスの担当させていただきます。あのタイミング的に今加入したところで仙台フィジカル強化の真っ最中のというところであったんですけど先ほどそのハードワークするチームという印象を持ち上げてきました。あの比江島選手自身そのなんでしょうフィジカル面のコンディション面はどうですか。まあ、少しなんていうんですか、ね、自分でもプロサッカー選手としてこう夏に移籍するのは初めてなんで、で移籍が決まったってなってこうガンバでいる立ち位置みたいなのもすごく初めての経験だったんでここ2日間はあんまり何も動いてなかった状態だったんで久しぶりに走ったなって感じがしました。だから自分にとってはいいことだしやっぱりどのチームでも走ることはこうメインにあることなんでやっぱ走るチームは強いと思うので、まあ、自分にとってもああいう練習はすごくいいのかなと思います。それからさらに鍛えていってもう走れない選手はもう世界的に見ても今もあるかと思いますけどなかなか使われてないと思うので走って戦うっていう意味では自分もやらないといけないことだと伝えています。ありがとうございます。他にございますか。はい、フリーランスの宮林です。よろしくお願いします。浦和で2年一緒だった関口選手は一足先に仙台に行っていますけれども先ほど話を聞いたより田島選手の良さを引き出していけたわみたいなことを言っていました。彼の存在の大きさだったり何かこう仙台に来るにあたってかけられた言葉だったら教えてください。まあ、プレー面に関して言えばやっぱりサイドで持ち味を発揮する選手なので、まあ、自分のところからこうサイドチェンジだったりこう長いボールで1対1になったらすぐ使ってあげたりっていうのはしたいなと思ってます。で、こっちに来ることに関して報告が若干遅れたのでちょっと怒られました。でももう今普通になった。他にございますか。よろしいですか。